こんばんは。本たたねの春のちなみです。今回朗読する本は、舞城大太郎さんの、好き好き大好き超愛してる。独自の世界観を築く舞城さんですが、中でも冒頭が印象的な作品といえばこれということで、今回朗読したいと思います。愛は祈りだ。僕は祈る。 僕の好きな人たちにみんな揃って幸せになってほしい。それぞれの願いを叶えてほしい。暖かい場所で、あるいは涼しい場所で、とにかく心地よい場所で、それぞれの好きな人たちに囲まれて、楽しく暮らしてほしい。最大の幸福が空からみんなに降り注ぐといい。僕は世界中のすべての人たちが好きだ。名前を知ってる人、 知らない人、これから知ることになる人、これからも知らずに終わる人、そういう人たちをみんな愛している。なぜなら、うまくすれば僕とそういう人たちはとても仲良くなれるし、そういう可能性があるということで、僕にとってはみんなを愛するに十分なのだ。世界のすべての人々、みんなの持つ僕との違いなんて、もちろん僕は構わない。 人はみんな違って当然だ。みんなの欠点や失策や間違いについてすら、僕は別にどうでもいい。何かの偶然で知り合いになれる。ひょっとしたら友達になれる。もしかすると、お互いにとても大事な存在になれる。そういう可能性があるということで、僕は僕以外の人全員のことが好きなのだ。 聞いてくださってありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。良い夢を。